パレはボスニアヘルツェゴビナを構成する構成体の内スルプスカ共和国に属する町でそれを中心とした基礎自治体である。首都サラエボの南東に位置し、スルプスカ共和国のイスト地のサラエボを構成する6つの自治体のうちの1つである。パレに居住しているセルビア人やその他のスルプスカ共和国のセルビア人から、パレはスルプスコサラエボと呼ばれる。しかし、 パレとサラエボの間は 10km 離れている。パレは紛争後もスルプスコサラエボと呼ばれ続けているが、サラエボの主要部は、デートン合意によって、ボスニアヘルツェゴビナ連邦の領域とされた。しかしサラエボに長年住んで、紛争で同地を離れた、セルビア人も多く、スルプスカ共和国が、サラエボの一部を領有することへの関心は依然高い。そのため、サラエボに、 最も近いセルビア人の居住地であるパレはスルプスコ・サラエボと呼ばれ続けている。実際にはサラエボとパレは地理的に隔たっており、パレはサラエボの一部というよりは独立した都市としての性格が強い。パレには独自の郵便局、大学などがある。パレは常に東西のサラエボ渓谷とドリナカワ流域が接する場所として重要であった。 ローマ時代に建設された街道の跡が、ミオシチ村とイリアク村の近くに残され、早くからこの地域では、交易が行われていた。14世紀後半や15世紀初期に、パレ周辺は、パブロビッチ家の報道に属し、いくつかの要塞化された集落があった。パブロバツは、プラッツァ川に面し、グラディナは、パレ内陸部、ホディデイエドは、 ミリアツカ川との合流点の上流に位置しており、ホディデイエドは、周辺地域の行政的な中心が置かれた、集落であった。封建的な一族であった、パブロビチ家は、ボスニアの貴族階級の上層に位置し、今日のサラエボであった西側のブルフボスナから、東側のドブルナまでの範囲を領有していた。パブレラデノビツは、パブロビチ家の創建者で、 代々パレ周辺を受け継いでおり、ヨロボの鉱山や、トレビニエの町や、コナブレやザブタット地域も領有していた。彼が領有したパレ地域は、地元とドゥブロブニクの商人との間の交易で、繁栄していた。交易の中心はプラツァで、今日のパレ自治体である。1415年のパブレの死後、次男のラドスラブ・パブロビツが、父親から引き継いでいた。 1391年に、ボスニアの王であった、トブルトコ一世が亡くなると、ボスニアの封建的な一族は権力を得るのに、苦労した。パブレの息子は、他のボスニアの貴族の脅威の下同盟者であったオスマンに助けを求めた。オスマンは分割の戦略と征服を続行し、ついには、完全に征服した。オスマン帝国のボスニアヘルセゴビナ征服後、 パブロビツケが領有していた報道は11の地区に分割され、すべての地域はパブリケンと改名された。1468から69年の最初のオスマンの国勢調査ではパレはボガジ・ユームリーの名称で11地区の中心の一つとして記録されている。ボガジ・ユームリー地区には6つの村があり、2つはパレ平原にあった。 地元のキリスト教の住民を見つけるのは難しく、中世のオスマン支配機の都市開発の記録は、ほんのわずかである。この地域は引き続き、商業がうまくいき新しい支配者には有益であった。プラツァの町は18世紀に、国士病や大火に襲われるまでは、成長や拡大が続いていた。パブリケンパブリー・バイレットの名称はこの地域では19世紀。 はじめまで使われ、ついには、町の名称は今日知られるパレになっている。ある初期の記録ではこの新しい名称は1877年からの新しい地図に記録され、超寿身と同様に地域全体がパレ・ペイルと示された。19世紀、オスマン帝国は2つの政治や社会の完全に異なった力に苦闘していた。19世紀の最初の10年間、 一連の国民や民族の自由運動が広がりを見せた。一方で、オスマン帝国の貴族は非常に保守的で、改革や中央集権的な国の発展に向けられる、あらゆる活動に対して抵抗しており、ボスニアの貴族は帝国の中でも最も不満を持っていた。1831年オスマンに対して戦った、フセイン・グラダシュチェビチは、 ボスニア貴族の裕福で最も力があるメンバーの一人で反乱貴族を率いていた。オスマンのボスニアの総督が置かれていたトラブニクの征服後、ボスニアの貴族は、スルタンは改革を止め、ボスニアでは現状を維持すること求めた。それに加えて、彼らの地位の中から総督の任命や投票の権利を要求した。 フセインは彼らの要求に応えるスルタンを待たずに、自らをボスニアの総督に任命し、彼の多くの支持者を遠ざける過程となった。スルタンは異なった派閥に対してそれぞれ戦い、1832年に反乱勢力に対して軍隊を送っている。反乱勢力に対しての決定的な戦いの一つはパレで繰り広げられ、フセインは十分な数の軍勢を指揮せず、 敗北を喫した。決定的な勝利は反乱を制圧している。ベルリン会議でボスニアはオーストリア・ハンガリー帝国の支配下となった。この時代、かなりの投資や経済の変化がパレやその周辺地域では起こった。新しい君主は主に鉱物や木材製品などの天然資源の利用を好んだ。パレの町はこの点で重要な伐採や 木材加工の地域の中心となった。1895年の国勢調査によれば、パレと隣接した村には483人が暮らし440人は農業や伐採に従事し、27人は事務的な仕事に従事していた。産業開発の白車は経済活動を助けていた。新しい店舗や宿泊施設。 他のサービス活動が町にもたらされた。1907年にはパレに最初の小学校ができ、学校はパレの東方正教会の学校協会委員会により運営されていた。学校は生徒の信仰に関係なく入学を認めており、正教と一緒にカトリックやユダヤ教徒の生徒も学校に通っていた。これらは 街の木材加工場に従事していた人々の子供たちであった。オーストリア・ハンガリーの行政当局の記録では1879年当時、パレにはすでに近代的な2つの木材加工場がありそれらの製品はサラエボへ輸送されていた。サラエボと東側の国境の街、ビシェグラードを結ぶ鉄道の建設が行われ、パレでは最初の鉄道駅ができた。 鉄道の接続は、パレの成長や、繁栄の持続を可能にし、外国投資はいくつかの新たな木材加工場の、開業を可能にした。セルの戦いでのセルビアの決定的な勝利の後の1914年の、最初の数ヶ月、セルビアからの同盟の要求でモンテネグロは協力して、ボスニアで、オーストリア・ハンガリーを攻撃し軍を連合させた。 1914年10月、セルビア・モンテネグロの軍隊は、サラエボ周辺の地域に侵攻し、ロマニアさんの支配を得た。作戦の間、モンテネグロの部隊は、パレに入ったが、そのすぐ後にはモンテネグロは撤退しなければならず、大部分の地元のセルビア人もそうであった。逃げることができなかった人々は、 帝国内の反乱の鎮圧を任務とするオーストリアの非正規警察部隊の保護隊に翻弄されていた。オーストリアの部隊が再び町に入った後、パレで略奪や完全な焼き打ちがあった。54人の住民は町の中心部でリンチが行われていた。ゴラジュデの町では近くの村であるプラツァやビアラ、ブディ、ポドグラブ、ブルフプラツァ、ゴロビツィ、ホトツィニ、グラシュナツ、 コドロマニア、ソチサカラの村人の難民の列が、オーストリアの正規軍により、ドリナ川を渡る前で阻止された。48人の成人男性は、残りのグループから分けられ、ピストルにより処刑された。残りの難民たちは強制収容所に連行されている。強制収容所の状態は著しくひどい状況で、この中には悪名高いドボイの強制収容所も、含まれる。 1914年12月から1917年7月までに4万5千人の人々が収容されていた。死亡者数の正確な数はおそらく知ることはできないが、1000人を超える死者が確認され230人はパレ自治体からの人々であった。戦争が終結すると、ボスニアは新しく成立したユーゴスラビア王国に吸収され、 パレは再び成長へと向かっていった。経済の発展と開発の基盤は、かつて同様に地域の天然資源で、特に森林を元にしている。新たに開発されたサラエボトを結ぶ輸送機関は、成長に拍車をかけた。1928年には松そのものは、自治体の中心となった。1939年には14を超える木材加工場がパレにあり、 9万立方メートルを超える木材品が生み出されていた。経済開発が増え、人口も増加しており1921年から1931年にかけての10年間で2382人から11103人に町の人口は増えている。町は文化的にも活気があり、新しい学校が作られたり古い学校が改装されている。 第一次世界大戦の犠牲者に捧げられ、1928年に完成したコミュニティセンターには体操設備が備えられ、その時々に文化や娯楽の行事が催された。アマチュアの演劇や民族舞踏団の活動も同様に行われていた。1934年にサッカークラブバイアが設立され、それと並んで新しいサッカースタジアムが建てられた。 文化やスポーツの団体、倉庫は大きな度合いで、パレの住民がそれらのスポーツのプログラムに参加する役割を担っていた。対戦が終わったすぐ後に、カロビタブルダには若者のスパが開業している。近隣のサライボからの子供たちが急流と、スパで時を過ごし、都市の住民が犯された様々な病気を回復させていた。この時代、街には、 最初の医療施設や図書館が設立されている。1940年当時、パレの街はすでに小さく見えたが、とてもよく整った街であった。サラエボや国内の他の場所からの多くの数の知識人や、裕福で影響力のある人々がパレに別荘を作っている。不幸にも、このような状況は1941年4月の ユーゴスラビアに対するファシストの攻撃により中断してしまう。ザグレーブとベオグラードを占領後、ファシストの軍は国の中心に向かって軍事攻撃を進めていった。4月15日にはドイツの自動車部隊がサライボを占領し、パレの街ではユーゴスラビアの最後の陸軍部隊を攻略している。1941年4月までには完全に降伏が調印された。 4月の短い戦争は国の完全な分断をもたらしており、パレの街はナチスの傀儡政権であるクロアチア独立国に編入された。新しい傀儡政権のパレでの最初の行動は第一次世界大戦の犠牲者のモニュメントや東方正教会の取り壊しであった。すべてのセルビア人系の企業は国有化されるかナチスの支持者により引き継がれてしまった。 以前の文化センターは地元を支配するウスタ社の拠点となり、それは直に刑務所や拘置所の中心としての役割を果たしている。大量の追放や突出したセルビア人の処刑は毎日起こり、1941年夏には最初の大量虐殺が起こりニエマニツやビエゴリツァは完全に破壊され、60人を超える人々が虐殺された。 このような虐待に直面した地元の人々は、武装闘争を開始した。最初の小競り合いは1941年8月1日の朝の時間に起こった。占領軍は残忍にこの反乱を鎮圧することを試み、8月中に75人を超える町の著名人が逮捕され、市の収容所へ強制的に送られた。 1943年11月半ばには、ウスタ社の報復の討伐でラコバツ村の100人を超える住民が殺され残虐な状況が続いた。第二次世界大戦中、パレ自治体では1200人を超える市民が虐殺され350人の自由戦士が戦闘で殺された。第二次世界大戦後、パレの町や自治体は、 地元住民の勤勉な努力によりゆっくりと回復し、経済的な開発が再開した。1946年には、古い木材加工場に、新しい加工場が設立されている。新しい木材加工場では2万0千立方メートルを超える木製品が製造された。加工場では170人を超える人が雇用され、それに加え森林では150人が雇用された。 1952年には軍の整備施設がコラン郊外に建設された。地元経済では金属産業で最初の重要な建物部分を受けている。1952年から1960年の間にその施設では300から400人の雇用があり、金属産業は町へかなりの転入者をもたらしコラン郊外では新たな建物や 複合的なアパートメントが建てられた。1968年には、コランの軍の整備施設は、ファモーズと合併し、ファモーズコーランとなった。この合併により、さらなる開発や、新しい雇用の機会が生まれた。ファモーズコーランは、重発動機やトランスミッション、自動車の部品を製造するようになった。1980年代終わり頃には、 ファモーズコーランには2000人を超える雇用があった。これに加え、工場では、ライセンス生産のもと、メルセデス・ベンツ OM-360 エンジンの、部品や、エンジンタービンを製造していた。1991年から1992年に、緊張の高まりは、ボスニア・ヘルセゴビナ紛争へと向かい、パレ地域は新たに生まれ離脱しつつあった。 スルプスカ共和国の行政的な中心となった。サラエボ包囲の期間、セルビア勢力の活動の拠点が残っていた。ボスニア紛争は1995年12月14日のデートン合意の調印により終結し、紛争が終結すると街は正常な状態に戻った。スルプスカ共和国の憲法でサラエボはデートン合意で認められた。 ボスニア・ヘルセゴビナの構成体である、スルプスカ共和国の首都であるが、行政上の首都は現在場にあるかに移されている。合計16,119人1991年の国勢調査によると、パレ自治体の人口は16,310人であり、その内訳は以下の通りである。パレの町の人口は百九十七人であり、その内訳は 以下の通りである。紛争後、パレ自治体の内スルプスカ共和国から分離され、ボスニアヘルセゴビナ連邦に属するとされた地域は、ボスニアポドリニエ県のパレイコールプラチャ自治体となっている。紛争後、2009年に至るまで、国勢調査が行われておらず、正確な人口は把握されていない。サラエボを脱出した、セルビア人が移住してその人口はおよそ3万人で、 あり、多くが、セルビア人であると見られる。ブジェロコルシーブルジャスティバーツボゴビシブルデラサイ、ブルドブレザバスバーンジーカブロイネサイバッド、シーレオディネサイセメルニカサマノビシレートルジー、ドンジャルウボガスタ、ドンジャビンカグルホビサ、ゴルンジャルーボガスタ、ゴルンジャビンカ、ゴルンジペイル、ゴルンジープリバンジゴーロビシグラーダッツグーテ、ホットセナジャホリナイアーセクジェラボシカジノセロ。 カメニカカソダリーカームローニコスメゲコストレッサ、クラキュール。ルークミオシシマドリックマクローナホリサイペイル、パブロバッツペトビサポッドグラブポッドローズニック、ポッドマデンパドバイトズパノープロツェプルーティン、パストッペリエラドンジャシラキテラコーバッツレナビカ、ロガシシロセリエサイスシニョボスジェディーリナ、スレッドンジスタイナスタンボルシックストレイン、サムビューロバッツセイノビッシシップターコビサユーデズ。 ビノグラッド・ブレホービサ地元の経済は観光を重要としている。近隣の山々であるヤホリナ山やトレベビチ山、イグマン山は1984年のサラエボオリンピックの会場として利用された。ヤホリナスキーセンターには8つのリフトや2 0トルを超える山中を巡るスキートレールがあり、オリンピックスタイルのプロのトレールや初心者や子供用のトレールがある。 ヤホリナのシーズンは12月半ばから1月後半で、年末年始は、事前の予約なしで、宿泊施設を周辺に見つけることは困難である。狩猟協会のジャホリナ・ペイルは、パレの狩猟場を運営している。狩猟場は、パレやスタリグラードなど37,039ヘクタール町を、占めており、スルプスカ共和国内でもよく、保たれ設備が整った、狩猟場である。 狩猟場には、ロッジなどの宿泊施設も整っており、鹿や熊、イノシシ、ウサギなど異なった狩猟が楽しめる。オレロバツ洞窟には重要な考古学的な発見があり、洞窟はパレから 10km、サラエボから 15km 離れた場所にあり、海抜は 949m の地点にある。1975年に最初の探検家が洞窟に入った。 洞窟は2500メートルの通り道と空間が探検され、オルロバツはブイエトレニツァ洞窟に次いでボスニアヘルセゴビナでは2番目に大きな洞窟である。2002年8月から9月の間にパレの哲学の大学職員のイニシアチブで500メートルに及ぶ最も美しいホラーな装飾のある通路は観光客の訪問のために利用できるようになった。洞窟は 典型的な永続的な微気候で一年を通じて気温はわずか摂氏8度で湿度は90%を超える。様々な重要な生活の形跡の発見は洞窟を地域で最も豊かな個性物学の場所として確立させた。洞窟ではおよそ1万6000年前の熊の骨も発見されている。有史以前の文化の兆候は 主要なホラーなの入り口に至る斜面で見つかった。パレ自治体内には30を超える伐採搬出や木材加工場があり、林業はパレの町の経済にとり重要で多くの人々を雇用している。現在、多くの加工施設が周辺にはあり、近隣の森林再生能力を超えている。ありがとうございます。